桜の開花情報をお伝えします。今日函館の地方気象台からソメイヨシノの開花の発表がありました。リポートもいただいておりますので見ていきましょう。こちら北海道函館市からです。開く寸前かなということでいただいておりました。さあこちら、観測日、今日ということで平年よりも10日早く昨シーズンより6日早い観測となりました。いよいよ桜の開花前線が津軽海峡を越えて北海道までやってきました。これからの桜の成長が楽しみですね。以上開花情報をお伝えしました。